になるかもしれない。ごめん。いいよ。よし。ラスト。自分を叱る日々、良くないだろって言い返すだけの自分に慣れてしまうのはやめにしよう。昨日とは違う、今日見つけて生きてみようじゃないか。登り詰めたい場所があるのなら、時に重たい体を引きずってでも命を燃やそう。暇がないを言い訳にして何かのせいにするのは、掲げたものを侮辱するのと同じ。命を燃やそう。
じゃあ、ありがとうございました。